いいものを作って、あ、なんか野村の作るやついいものだなっていう風に思われたい、みんなもっと働けばいいのにとハードワークしない理由ってなんかあるのかな、俺はできないかもしれないって絶望してた覚えがあります。本日は新卒で入社した社員に過去の自分を振り返ってもらうという企画を取っていきたいと思います。ということで今日は野村さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今企画を知ったと思うので驚いているかなと思うんですけれども、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。2017年の4月にレバレジーズに新卒で入社した野村と言います。入ってからずっとマーケ職でメディアの制作とかをやっております。はい、よろしくお願いいたします。ということでこの YouTube チャンネルでは普段見えないレバレジーズの裏側にスポットライトを当てるというコンセプトのもと運営しておりますので、周りの目だったりとか先輩部下の目だったりとかは一旦気にせず、野村さんのありのままの姿をお伝えいただければなと思います。それでは早速始めていきたいと思います。1つ目の質問からです。学生時代は何をされていましたか。僕なんか大学院卒なんですけど、学部の頃はゼミに入ったりとか、はい、あとはフットサルのサークルに所属してたり、マカロンアルバイトをしてたりとかで、大学院に入ってからは課題とかが激しい院だったんで、ひたすら課題をやりながら研究に勤しむという生活をしてました。じゃあ野村さんがレバレジーズを選んだ理由みたいなところを掘り下げていければなと思ってるんですけれども、はいはいはい、そもそも就活の時ってどういうところ見てたりしましたか。他に見てたところとかだと金融機関とか、金融系の中でも投資銀行系とか、はい、あとはなんか調査部門系のところとか、うん、あとレバレジーズ、はい、感じだったと思います。なるほど。結構今言っていただいた中だとレバレジーズってちょっと異質みたいな感じなのかなと思ったんですけれども、うん、レバレジーズを知ったきっかけってどこでしたか。大学の時の同期が1個飛び級して引率して、僕の1個上でレバレジーズでその時働いてたっていうのがあって、紹介してもらって知ったっていう感じです。あ、なるほど。最終的にうちに決めた理由って何ですか。一番なんかこう自分のユニークさを出しながらものづくりとかっていうのを一からやれそうだなっていうふうに思ったっていうのが大きいところかもしれないです、ね。はい、なるほど。じゃあ自分で何かこうものを作って世の中に届けていきたいっていう。そうです、自分のユニークさを反映させていいものを作って、あ、なんか野村の作るやついいものだなっていうふうに思われたいっていうのが何かを選ぶ時の基準になってるかと思います。今ってどういう仕事されてますか。今現在やってるやつだとウェブサイトとかメディアが運営されていて、それらのメディアの統括責任者みたいなものをやらせていただいてましたね。今ちょうどそれを引き継いで、引き継ぎ終わったかなくらいの感じになってます。じゃあ1年目の時って逆にどういう仕事をされてましたか。1年目の時はマーケティング部の、まあ、当時 SEO チームっていうウェブのサイトとかを作って、まあ、来てくれる人、ウェブのサイトに来てくれる人を増やすっていう、そういった部署に配属されて、一番初めにやってたこととしてはウェブサイトの表面というか裏側のシステムを全部リニューアルするっていうプロジェクトがあって、はい、それを1年目ずっとやってたかなと思います。なるほど。そういったお仕事をされてたということなんですけれども、1年目の時にこの仕事ちょっと嫌だなとか、この仕事ちょっと苦手かもしれないみたいなお仕事ってあったりしましたか。これはできないなって思った仕事とかでいくと、もともと僕ずっと文系だったんでプログラミングみたいな、はい、いわゆるそういうのは中で全然できなかったみたいなのがあったんですけど、うん、新しくリプレイスするっていう中で、そのリプレイスしたものがちゃんとこちらの期待通りになってるテストしなきゃいけないっていうのがあって、はい、そのテストを作るときに試しになんかこういうデータ入れてみて、はい、合ってるかどうか確かめるための SQL っていうものを書かなきゃいけなかったんです、はい、テストのためにその SQL を書かなきゃいけないみたいなのがなんか200個ぐらいポンって並んでて、はい、これSQL の N の字も知らないけどなって、これはできないかもしれない。入って1ヶ月2ヶ月目ぐらいで絶望してた覚えがあります。ああ、そうだったんですね。逆に1年目の時にやっていてこれ一番楽しかったなっていうお仕事あったりしますか。 SQL みたいなやつが、まあ、最初すごいできないわと思ったんですけど、はい、まあ、やってる中で得意になったんで、ちょうどその時弊社でトレジャーデータっていうデータウェアハウスのツールが入って、なんか全社のそのデータをそこに集めていこうっていうのが動きとしてあって、うん、そのプロジェクトにアサインしてもらって、そのデータを集まる人をちゃんと整えて、うん、そこからこう自分の欲しいものを欲しい形で出してくるみたいなやつを全部自分でできるようになったんで、それが楽しかった。ありがとうございます。まあ、ここまで結構真面目な質問をね、うん、してしまっていたので、ちょっとダークな部分というか、ダークな部分裏側にもどんどん迫っていきたいなと思うんですけど、ダークな部分ないんだけどな、うん、いやだから例えばなんですけれども、1年目入社してみて感じたレバレジーズのこれ思ったのとちょっと違うなっていう部分ってあったりしますか。もう思ってたよりもハードワークだなとは思いました。配属された瞬間とかもいろんな先輩たちたくさんいたんで、なんか自分のやる分ってそんなに男の子にないんじゃないかみたいな感じで思ってたんですけど、実際働き始めてみるとやることいっぱいあるなっていうふうに思ったんで、まあ、ネガティブだったかっていうとそうじゃないかもしれないですけど、一番こうギャップが大きかったみたいなところでいくとそういうところかなと思います。
なるほどなるほど。いわゆるハードワークみたいなところに関しましては、うん、例えば就活の口コミサイトとかでも結構レバレッジーズ実は触れられておりまして、はいはい、あ、そうなんだね。あそこは結構ハードワークだみたいな話を聞いたりするんですけれども、はいはいはい、ぶっちゃけ忙しいですか？時期にもよるのはあるけど、忙しいといえば忙しいんじゃないかなとは思います。思ったより淡々としてるなと思ってるんですけれども、ハードワークに関してそもそもあんまり野村さん自身はマイナスな印象ないですか？ハードワークはもうやった方がいいかなと個人的には思ってる方だからみんなもっと働けばいいのにとなるほど。ちなみにそれは何でですか？マーケターみたいなので、やっぱこうこういう風なところで価値発揮していきたいですみたいな、はい、例えば自分だったらこうもういいものづくりをして周りの人から評価されたいみたいなのがあったりするわけですけど、はい、周りの人から他の人でもこう価値あるものできるなみたいな風になるのって、自分の中のこの知識からアウトプットしているものが他の人に対して必要で、かつ野村以外では変えられない代替性が低いみたいなのが必要かなと思うんですけど、でその知識ってどういう風につくのかなみたいな考えた時に、はい、何かを経験して初めて身につくんじゃないかなと、まあ、本読むもそうだし、はい、人と話すもそうだし仕事するもそうだし、となるとなんかこう自分がどういう風に価値発揮できるのかとか、どのぐらい価値発揮できるのかみたいなのは、どういう経験をどれぐらい詰めたかっていうところに、まあ、依存すると。そうなると、まあ、入ったばっかりの頃とかだと、はい、できるだけこれは価値発揮につながるなっていう知識を得られるような経験を人よりも多くたくさん積むっていうのが早く自分の目的の方に進む道かなっていうふうに思ってるんで、ハードワークしない理由ってなんかあるのかな思ったりしますけど、多分こうハードワークって一般的に辛いものとか、はいはいはい、苦しいものみたいなこうマイナスのイメージが結構強い中だと思う中で、結構野村さんの意見はポジティブ寄りだったのかなと思うんですけれども、周りの人とかって実際どうですか？同期とかは結構割と同じような価値観かなと思いますね、うんうん、結構なんか1年目とかも夜遅くまで残ってたりとかして、うん、日付変わったなと思う瞬間にふと周りを見渡したら、はい、なんか同期がいたりとかあとなんか土曜日とかにちょっと勉強したいなと思って会社とか来ても、うんうん、なんか同期がいたりとかっていうようになったんで周りを見渡すとそんなにいないのかもしれないですね。でもなんかちょっとネガティブだなっていうふうに思ってる人とかは早く帰ってるんで、うちは結構そこら辺は代表もよく言ってますが、帰りたい人は早く帰ってくださいみたいな、そうだね、価値観だと思うんですけれど、うん、実際そういう感じですもんね。実際そういう感じだね。じゃあ逆に実際に入社してみて帰ってここは良かったなみたいな部分とかって良かったなみたいな部分、想像してたよりも何でも言えんなみたいなのはいい部分だったかもしれないですね。普通に代表からなんかスラックとか連絡とか来たりとかするし、この人部長だなとかっていう風な意識を全くしないままフラットに話してこういう風にやりたいっていうのが普通に通ったりとかっていう意味でなんか動きやすいなっていうのはいいギャップだったかもしれない。じゃあ次にですね、まあ、そのさっきちょっとちらっと出てその成果を出すとかっていう話に紐づいていくんですけれども、はい、成果にコミットすることが大事っていう考えがベンチャー界隈だと結構一般的なのかなと思ったりはするんですけれども、それについてはどう思いますか？まあ、なんかその成果っていうのがどういうものかっていう定義にもよるかもしれないんですけど、なんかこう組織としてこうあるべきだとか市場としてこうあるべきなんじゃないかっていう理想像に対して問題ギャップを埋めていくってところに対してコミットするっていう意味だとすると、はい、すべきなんじゃないかなすべきじゃない理由とかはないんじゃないかなと思います。一般的にこう働くってなんでみたいな質問が出てきた時に、うん、自分の生活していくためみたいな感じで矢印が内向きになったりすることが多いのかなと思うんですけれども、はいはい、今すごく当たり前かのように外向きだったじゃないですか、はいはい、なんでそこまで外向きで見られるのかなって、なんか自分としてこういう風なこういいものづくりするな野村っていう風に思われたいみたいなところのために今自分は生きている。でなんかそのために今なんかこの仕事やってるなっていうのがあるから、コミットするイコール自分のこういう風に進みたいなっていう方向に対して頑張ってるっていう感じだから、そのライフワークとライフ別っていうよりはライフの中にこのワークっていう部分があって、はい、趣味も合わせてなんか自己実現していくみたいな、うん、そういうイメージを持ってる。ちょっとじゃあ一般的な見え方とはちょっと違った見方なのかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。次の質問に行きますが、1年目の時の自分に点数をつけるとしたら10段階で何点になりますか？8点ぐらい。あー、思ったより高いですね。頑張ってたなと思って8点をつけた理由は何ですか？ウェブサイトを作るっていうところに対してこうテストをやったりとか、うん、裏側のなんかシステムの構造を理解したりとかっていうところに対してはすごくコミットできてたんで、この辺はなんか全然問題なくてよかったんじゃないかなっていうので、うん、8点をつけてあげました。なるほど、彼に1年目の彼に1年目。なるほど。じゃあなんか逆にもう一つ遡って就活生の時の就活生の時の、はい、にもし今の自分からフィードバックをするとしたら、フィードバックをするとしたら、はい、何を一番伝えたいですか？
面接官とか出てくる人じゃない人と喋った方が良かったかもなっていうのがあったりしたんで、ネットの情報とか見たりとか口コミサイトとか、はい、なんか面接で出てくる人とかと会ったり喋って、その印象でこうどこにしようかなっていうようになってくると、なんかどこも分かんないと、うん、分かんないみたいな感じになったりするんで、いろんな人と喋って、この会社なんかこういう風な考え方を持った人がどうやら多いんじゃないかみたいなやつを、うん、より自分の目と周りの目とでこうだんだん立体的にこういう像なんだなこの会社っていう風に思えると思う、そういう風な活動しておけばよかったかなとは思ったりして、実際に就職活動している中でレバレジーズとかって、なんかもっとこういう人と面談したいんですけどみたいなところとかって結構融通聞いたりしますかね、はいはいはい、融通は聞いたりしたかなと、自分マーケの専攻だったと思うんですけど、はい、全然関係ないデザイナーの人と話したりとか、わがままを言い続けて、はい、10人ぐらいずっと会い続けていた気がするんで、そういうのは会えるんじゃないかなと思う。なるほど。口悪い言い方になっちゃうかもしれないですけど、はい、口コミサイトみたいなところに書いてある口コミって基本辞めた人が書いてるじゃないですか。なんかこうリンゴの皮だけ食べてリンゴ苦いわみたいなこと言ってる人が書いて、リンゴは苦いっていう評価になってる可能性があるなっていうふうに思う、はい、中にいる人に話を聞くみたいなのが、まあ中の人の話を鵜呑みするってわけじゃないですけど、より密度高く見えるんじゃないかなと、そういった感じでぜひ中を見ていただきたいなというのが就活生の自分に対するフィードバックですかね。じゃあ最後になんですけれども、まあ、この動画を見ている視聴者の方々って、まあ、これからうちの専攻を受けていただける就活生の方々だったり、うちを専攻で受けてくれている就活生だったりするんですけれども、その方々に一言いただけますでしょうか。うちを受けてくれてる人とか、はい、今就職活動してってくれてる人とかって面接とかで見てるとすごい優秀な人が多く集まってるなっていうふうに思うんですね。なんでそういう人がなんか将来こう日本良くしたいなと思いながら就職活動とか、将来こういうことやりたいなと思って就職活動とかやってくれたら、将来今よりもいい感じの社会になるんじゃないかなと思うんで、仕事を通してなんかこういう自分の人生のこういうのを実現したいんですよねとか、こういう社会を実現したいんですよねみたいなのを持って就職活動とか実際に働くみたいなのをやってもらえたらなと。まあでも実際にそうですよね。本当に日本を良くしていこうとか、世界を良くしていこうとか、社会を変えていこうみたいな志高い人たちで集まって一緒に事業とか進めていけるとより面白くなるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで以上でインタビューは終了となります。以上なんですね。視聴者の皆さんはいかがだったでしょうか。少しでもレバレジーズで働く人がどういう人なのか、レバレジーズという環境はどういうところなのかがお伝えできたなら幸いです。もしこの動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。また概要欄に企業ブログや選考会エントリー応募の URL がありますので、もし気になった方がいましたらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。